釣竿とか超余裕なんですけど。あの釣竿はあのプラチナでいきますよ。この氷の釣竿かい、プラチナでいきますよ。これ超木工刀ですよね。これプラチナ3で十分ですよ。プラチナ星なしとかでも十分だ、十分やね。20かやるか。1 12、そうか、上下あ狙い大昇竜ないのか。狙い昇竜がないからあるもんやと思ってた。これ入ったんちゃう。入ったね。9、3。これちょっと危ないな。適当に作ってもいけるよね、これは。どうしようかな。これ干したんですね。これはむちゃくちゃ簡単やと思う。この氷の釣竿貝は、氷の釣竿貝はもうめちゃくちゃ簡単ですよ。美しい。やったわけです、これ。ずれたらオーバーさせて戻して。そう、俺もやってるそれ。16、14、これね、これ飛ばすんですよね、こうやって。これで5ができてるから、5は寒いよね、これ。4取れるかな、わかんねー、笑。あ、寒い。飛ばすやろ。11、どうしようかな。勝利取るか。4間かけて7やから、これだ、出る数字が結構あれなんですよ。取りやすい数字とかがあって、例えばこれ木目があるじゃないですか。木目に反らなかったらこれ半分の力になるんですよ。で削るやったらこれ一番出やすいのが8と9で、7をこう取りたいんやったら、ここだけ表面固めて掘らんようにして、こう昇竜の上で掘ったらいいんですよ、半分の力で。でこれ7で安いんですよ、ほら。なんか150で入ったでしょ。でこれ数値が150、110、90、90、90なんですよ。だからそれ合わせていくだけで、6で3ずれてるからカンナかけるやろ、これ。で、ここを89か90か91にしたら、数値がずれ3までやから、大成功になる。わかる？サビって。狙わなくてもいいよね。お、今の危ないね。ほら。これが、あのね、木工の、やり方っていうか。覚えるだけ、ほんまに覚えるだけ、数字覚えるだけ、出る数字で一気に掘っていくだけで、で110、150、90、90、90にしたいのよ。ニットさん、今度さ、あの職人動画作れへん？職人動画極みみたいな。
これね、7、8取ったら終わりやな。やめとこうか。これ、どうしようかな。適当でいいっすよ、これは。全然。12でしょ ?15。多分戻るから、こっち先に。一般公開したら相場ぶっ壊れそう。笑。ぶっ壊れる?26入ったよ、これ。ドンピシャで入ったよ、ほら。13やから。これ10とか5とかがすごい取りにくいんですよ。取りにくいから、さっき流星とかかけた方がいいの。7やろ。3とか4は取れやすいから、カンナは絶対3か4やから。木目に取らんかったらね。これ10がうっとしい。10がすげえうっとしいんですよ。な、もうまあ、うわ、5やし。これ一回飛ばした方がいいかもしれない。飛ばす。9? 13。2ができてるよね。で、この2とかもううっとしいから、飛ばしたいです。こうやってもう一回飛ばすんですよ。飛べ。14飛んだ。12飛んだんか。12飛ぶのは大きいですね。で、カンナでこれ3取る。はい。あと表面固めるだけ。これターン消化できますから。これ3でターン消化できるのでかいよね。12、また2ずれてるよね。でもこれ3ずれやから、1、2、3で、これ大成功なんですよ。2ずれてるけど。売り場は利益微妙だけど9割以上できるのと売れるの早いのと勘、いかやく。そう、レベル上げもね、これがいい。木工はレベル上げもこれがいいですよ。終わったね。強化週間チケットで使っとこう。29こうかで、こう先入れるか。流星こいつやね、ずれてんの。もうこうなったらもうカチカチ。12やから。ああ、14出そうやな。ちょっと怖いな。これやめとこうか。で、くさび入れといて、2は行くでしょ。学年進めてないけど部活ポイントってなんだろう。あ、これなんか講習と交換できたりするよ。ほら、これ余裕やん。確定ですよ、これ。12は逆目体が左じゃない。どっちでもいいよ。どっちでもいい。あの、流星でもいい、昇竜でもいいよね。その一撃で12を取ろうとしたら失敗するときあるから、俺は一回掘るよ。まあ、こういう低レベル商材だったらそれできるけどね。高レベル商材だったらそれできないからね。もうそれ、タイガで行くよ、俺も。タイガっていうか、あれで行くよ。経験値じゃないのか。残念。そう、違うよ。9はもうこのまま生で行くよ、これ。6は昇竜上で行こうか。
確かにこれで慣れてるとそういうことになる可能性があるか、うん、笑い6ね、はい、これくさび狙いでもいいよね。まあまあいいわ、そういうことせん方がいいよね。13が流星6、さっきこっちの6取ってないね。タイが右でもいいよねこれ。6が帰ってくるから次さっきこう表面固めとくか。16、いや今の掘ってよかったね。9でしょ、これ狙った方がいいね。これは狙った方がいいっす。まああとは適当、ほんま適当にやるわけです。8やろ、8、これ一応これでいいね。めちゃくちゃ簡単。